What's up, guys? It's your boy Uncle Jay here, bringing you some Pirate Warriors 4. We're here at the Paramount War Arc, so without further ado, let's start it up. ウォーターセブンを出航後、不気味な海域、フロリアントライアングルに迷い込む一味。そこで、読み読みの実を食べた骸骨のブルックと出会う。死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。オーカ七部会。月光モリアに奪われた影を取り返したいブルックと共に、一味はモリアが支配する島スリラーバークに乗り込み、激闘の末モリアを倒すことに成功した一味だが、そこにもう一人の七部下にバーソロミュー・クマが現れた。政府の命令でルフィを狙うクマの攻撃で全滅寸前まで追い込まれた一味だが、唯一意識を保っていたゾロの命がけの交渉により窮地を逃れる。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。ブルックを仲間に迎え入れた一味はグランドラインを半周した地点、レッドラインに到達。新世界に入る下準備のためシャボンディ諸島へ向かう途中、一味はかつてイーストブルーで戦った魚人ハッちゃんと再会。ハッちゃんと和解した一味は彼の案内でシャボンディ諸島に上陸する。しかしそこでは天竜人と呼ばれる者たちが横暴な行為を繰り返していた。天竜人とは世界政府を作った王たちの末裔であり、もし逆らえばたちまち海軍大将が派遣されるという。そんな彼らとの間にいさかいを起こし、ハッちゃんが撃たれる。それを目の当たりにしたルフィは激怒し、天竜人の一人を殴り飛ばしてしまう。この一大事件は瞬く間に海軍に伝わり、一味は完全に包囲される。絶体絶命の状況で一人の男が姿を現した。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー・ディ・ルフィ。一方その頃、シャボンディ諸島の各地には超新星と呼ばれる懸賞金額億超えのルーキー海賊たちが集結していた。大変なことになった。麦わらのルフィが天竜人をぶっ飛ばしたって。船の出航準備は？昨日すでに。今すぐ船に向かう。大将なんぞに出てこられてたまるか。出航準備だけしておけ。はい、直ちに。さて、誰が出てくるか。ホーキンス船長。落ち着け。今日俺の命日とは出ていない。天竜人を殴っただと？本気か。噂通りの怒り具合だな、麦わらのルフィ。大将と今ぶつかるのはごめんだが、挨拶くらいはしてやろうじゃねえか。面白いもんを見逃したようだ。麦わら屋か。顔を見に行くとしよう。予想より海軍の動きが早いな。おい、ドレークや、手伝ってやろうか。死の外科医トラファルガー・ロー、俺に構う必要はない。やれ、すぐに。
戦闘死亡率 0%。 迷惑な連中だ。おかげでこっちもただじゃ済まねえ。カポネギャンベッジか。今俺たちに思想は見えない。ゴーマの層、君の悪い能力だな。魔術師バジル・ホーキンス、野郎ども、やり合う準備はいいか。はい、バーサル。奴らの負けだ。兵力差でな。麦わらのルフィ、天竜人を殴るとは正気じゃねえな。完全に包囲される前にここを動かなければ。麦わらの面を拝みに行きてえが海軍だらけだ。うざってえ。マジル・ホーキンス、動くな、撃つぞ。ストローマンの出番はなさそうだな。倒しても倒しても敵が湧いてくる。これでこの辺りはしばらく安全なはずだ。そこまでだ。同じ世代同士、仲良くやろうじゃねえか。タクト、奥越えのルーキーたちに気をつけろ。キザキザ、元少将ドレイクだ。大将が来る前に突破しなければ。今のうちに去るでしょう。逃げすな。おい、逃げた連中に釣られて海軍が散った。こいつを進むぞ。騒ぎの大きい方に行けば麦わら屋にたどり着くはずだ。進めねえか。近くまで来たと思うが敵が多すぎる。これ以上進めねえな。ユースタスよ、お前も麦わら屋を見に来たか。どんなに浮かれた野郎か、この目で確かめる。すぐに終わり。トラファルガー・ロー、ユースタス・キリトを排除する。敵
気をよこしな。俺の名を知ってんのか。この島に七部海軍トラファルガー、てめえ邪魔するな。消されたのに俺に命令してる。体からレーザーだと噂に聞いたか。随分違えな。境外を排除する。取り消えろ。やってろ。どうにか撃退できたが、七部会とやり合う羽目になるとはな。本当にクマ本人だったのか。まあいい、今は麦わら屋だ。